浜区若葉町の山下拓郎です。たった今妻を殺しました。なんでまたうなぎなんか。話を聞いてくれるんですなぜあんなことをした。これ以上生きていてもいいことなんて一つもないと思えてきて。いらっしゃいませ。いい気になんなよ。金も職もない天下者が手術もなくて生きられるか。こんな女のどこがいいんだ。セックス以外何の取り柄もない女だぞ。俺の勝手だ。男一人、女一人、うなぎ一匹。